皆さん、こんにちは。ホグワーツレガシーの第6回目の放送となります。前回の放送ではグリフィンドール製の盾と歩きホグズミードに到着したところまでで終わっています。今回はホグズミード村の探検がメインとなっています。杖の店、魔法薬店などいくつかの店に出入りし買い物をしていくお話となっています。それでは今回もゆっくりお楽しみください。第6夜、開幕です。よし、ホグズミードに到着した。いろいろ探検しようか。さあ、着いたよ。どこから始めたらいいかな。3本のほうきはバタービールが飲める場所。ハニーデュークスではありとあらゆるお菓子が手に入るよ。ここでお気に入りの店を選ぶのは無理だね。来るたびに変わるから。ホグズミードでは必要なものは何でも手に入る。本当だよ。いろいろ店があるんですね。ハニーデュークス、美味しそうなお菓子あるかな。魔法薬のレシピと呪文クラフトと種と、あとなんだっけ。新しい杖。そうそう、オリバンダー老人のことはきっと気に入るよ。君が自分の杖で何をするかも楽しみ。必要なものをすべて集めて、おまけに少し見て回る時間もあるはずだよ。自分のペースでホグズミードを体験するといいよ。それが終わったら町の広場で会おう。了解です。楽しんで、また後でね。うん。いやー、すごい広いね。じゃあやっていこうか。じゃあ一個一個見ていきましょうか。じゃあ最初に専門店行こう。改めてホグズミードの探索開始。探求心を持っているな。まあね。あの、ウィズリー先生が注文された呪文クラフトですが。マチルダの制度か。そろそろ来ると思っていたぞ。私はトーマス・ブラウン。この店の経営者だ。出現呪文の授業を受けたね。いえ、それはまだです。そうか。だがいずれ受けることになるだろう。無から有を生む、それが魔法の最も純粋な形だ。もちろん複雑な部分もあるが、そこで私の呪文クラフトの出番だ。諦めずに続ければウィーズリー先生さえも感心させられるかもしれん。そうなるよう頑張ります、ブラウンさん。その日が楽しみです。私も楽しみにしている。呪文クラフトは家具のカスタム部品や装飾品など特殊なアイテムを揃えるのに便利だ。だが教えるのはウィーズリー先生に任せる。まずは必要な呪文クラフトを用意しよう。鉢植え台と魔法薬調合台だったな。ええ、そうでしょうね。それはいい。自ら材料を育て、好きなものを好きな時に調合できるというのは何にも勝る喜びだ。見てみようか。まず買わない品物を見てみるかい。これが植木鉢と鉢植え台の呪文クラフト。 OK、 これ買うぞ。魔法薬調合台の呪文クラフト、これもだ。興味があるのかね。いや、金がないから無理だよ。ここにあるものを好きに見てくれて構わんよ。いやいやいや、お金だか、なんじゃこりゃ。ちょっと売るやつは売っちゃうか。服を売ってお金にするしかないか。貧困層の主人公ですみません、トーマスさん。とりあえずこんなところでいいかな。ありがとうございました。レベリオ。これか。 OK。 ガイドのページ、ホグズミードにもあるんだね。いっぱい集めて経験値を得よう。ある本を棚から引き抜くと姿を現すのか。へえ。面白い階段もあるんだね。後で調べてみようかな。では次行きます。杖あるか。
オリバンダーの店で、杖を買うぞ。いい杖が見つかればいいな。またか。これすごい。はい、ただいま。ああ、君か。あ、ちょっと待ってくれ。ああ、うん。こんにちは。実は。新しい杖だろ。その時期だ。その時期って？君は途中入学の5年生だろ。失礼、聞くまでなかった。すごい、ここでも話が広まっていたのですね。メロン、オリバンダーの名は知っておろう。何しろ世界一の杖作りだからな。お目にかかれて光栄だよ。うん、さあ来なさい。ぴったりの杖を探そうじゃないか。よっしゃ、いい杖探しだ。いいのが見つかりますように。ああ、これだこれだ。うん、強力な芯、26センチ半。うん、これだな。ほら、試してみてくれ。こう振るんだ。ほい。なんか微妙だぞ。おかしい。これ。もう一度だ。本気で振ってみておくれ。花火だ。綺麗だな。こいつとは合わなかったか。探し出すのに時間がかかりそうですね。大丈夫、ちゃんと見つける。これも違うな。きっとこれだな。35センチの1位の木にドラゴンの心臓の金線。次はこれを試そう。ひどいな。これはひどいな。店がめちゃくちゃだよ。そうだな。これは思ったより時間がかかるかもしれんな。頼むよ、オリバンダーさん。あいつはどこだったかな。これだこれだ。こいつで間違いない。さあ持って。カスタマイズできんだ。なんだ、自分で作れるんじゃん。よし、どんどんカスタマイズしていこう。興味深いな。何しようかな。興味深いな。これがいいな。興味深いな。あ、いいね、これ綺麗だ。すみません、私にはタケノコにしか見えません。興味深いな。おお、いいじゃん。ニワトコにしようかな。興味深いな。死の秘宝で登場したニワトコの杖と同じ木材にするのかい。いいね。長さは14でいこう。柔軟性は。興味深いな。興味深いな。しなやかでいこう。3種類から選ぶみたいだね。何にしようかな。不死鳥の羽がいこうかな。不死鳥の羽か。極めて入手困難で導きの力を備えた杖の芯だな。これを買います。どうだろうかね。ごめん、僕もタケノコにしか見えなくなってきたよ。爆誕、タケノコの杖。新たな杖に新たな未来。魔法界の未来も明るい。解散、すみません。タケノコと言ってしまって。でも、私、タケノコにしか見えません。感触はどうだ。いいですね、全然違う。
うねりみたいなものを感じます。タケノコがうねっているらしい。主人公よ、間違えても食べちゃダメだからね。正しい杖は持ち主から学び、持ち主は杖から学ぶのだ。早く試してみたいです。当然だ。不死鳥の羽の杖は人を選ぶことで知られる。この杖は素晴らしき伴侶となるだろう。使えば使うほど杖との絆は強くなるのだ。驚くなかれ、この杖には君の考えを察する力がある。いざという時に重宝するだろう。オリバンダーさん、最高ですね。手助けしただけだよ。何かまたわしに手伝えることがあればいつでも来たまえ。ありがとう、おじいさん。じゃあ次行くか。レベリオ。ここにはない。とりあえず相性はタケノコの杖でいいか。よし、次の鬼じゃを巡ろうか。じゃあ次行きましょうか。違う、これじゃないな。よし、これで行こう。魔法薬店。よし、次は魔法薬関連のお店を巡ろう。何がゲットできるか楽しみだ。いや、ようこそいらっしゃい。ちょっと待ってね。レベリオ。OK。すみません。ああ、よかった。呼び鈴が鳴った時はローワンさんかと思った。来るはずないけどね。ただ君の顔も見たことがないような気がする。ホグズミードには初めて来ました。そうなのか。ならパリーピピンにお任せあれ。ここはジーピピンの魔法薬店。あらゆる病に効く魔法薬店だ。看板を読めばわかるだろうけど、祖父はフルネームを言わせたがったね。今日はどうしたんだい。ウィズリー先生にレシピ集めを。新入生です。君がフクロウの手紙にあった。君のための商品はすぐに確保したよ。学生時代の私と同じなら魔法薬作りの品を欲しがると思ってね。魔法薬作りは杖に勝るとも劣らぬ芸術だろう。私は常にそう言っている。それほど万能でしょうか。呪文ほど派手ではないにせよ、同じくらい強力なのは間違いない。癒すことも破壊することも守ることもできる。そのうちわかるよ。まずは説明しよう。売り物は魔法薬のレシピだけじゃない。どんな場面でも使える既製の魔法薬も提供している。それに時々新商品も出すよ。できるだけ顔を出して見逃さないようにするといい。だけどまあ、まずはレシピを渡そう。ありがとうね。今日は何をお探しだい。エデュラス、エデュラス、はい、エデュラス薬のレシピと、これ欲しかった。ウィゲンウェルド薬、ここで手に入るんだ。はあはあはあ。回復薬はありすぎても困らないため、積極的に作成していきましょう。また今度でもいい。じゃあまた今度にしますか。じゃあ終わります。ここでの買い物も順調だね。さあ次のお店にも行ってみようか。マジックニープってとこ行こうか。ここ。それにしてもタケノコの杖か。まあ可愛いしいいか。これからはタケノコの杖と呼ぶことにしようか。では次のお店へレッツゴー。こんにちは。ちょっと買い物。レベリオ。どこ？ああ、あったあった。よし、お話しましょう。あの、ウィズリー先生が注文された種を受け取りに来ました。ああ、新5年生の花発芽だ。君のことだったんだね。こりゃびっくり。5年生からホグワーツに入るなんて。
ものすごい衝撃を受けているだろうな。そうでもないです。壮大な冒険だと思うことにしてます。いいね。物事をありのまま受け入れるのも大切だ。ああ、私はティモシー・ティーズデイル。ここマジックニープの店主だ。私はおしゃべりが好きだからここに店を構えてるんだ。うちにこもってたら何かあった時に関われないだろ。確かにそうですね。種だけじゃなく植物もたくさんあるぞ。すべて私が育ててる。得意なのは魔法薬の材料。ピピンも私から仕入れてるんだよ。ま、今は花発火の種を持ってこようかね。ありがとう。新鮮なものが欲しい。当たりか。花発火だ。よし、見てみるといい。ゲットだ。君の興味を引く素材を取り揃えているよ。ありがとうね。これで全部かな。それじゃあナティを探そう。ですね、ナティ探しましょうか。もう少しお店を回ってもいいと思います。まだ明るいですし。お菓子屋さんやいたずら専門店にも行ってみたいな。それとも次回にして帰るかい？とりあえず他の店は次回にしてバタービールを堪能しようと思う。どうかな？わーい、バタービール賛成。よし、ナテと合流したらバタービールを堪能しよう。いたいた、ナティだ。あ、ハニーデュークスのお菓子屋さんがあるね。え？あ、びっくりした。あ、そういうことね。全部揃った。確かに一番好きなお店なんて決められないね。もう少し歩き回ってみようよ。もしかしたら今日これだって思うかも。あれ？なんでしょう？敵襲でしょうか？もしかしてトロールだと。おお、早速タケノコの杖が活躍しているとは。頑張れタケノコ。奴らを建物から離して追い出すよ。もう一体いたのね。おいよ。